愛知県立蒲郡東高等学校は愛知県蒲郡市大塚町にある県立高等学校。蒲郡市大塚町の山のふもとにある。地元では歩道と呼ばれているが他の地域や高校野球の選抜大会などまた在校生のほとんどは蒲郡と,と呼んでいる。9月に行われる文化祭と体育大会は合わせて立花祭と呼ばれる。一般公開はしていない。 12月の就業式の日には、PTA の役員が豚汁を振る舞うカバの豚汁が催される。通学圏は、蒲郡市を中心に、豊橋市から高田町までの JR 東海道本線沿線。昔から JR 飯田線沿線からの進学者の流入は、ほとんどない。校門1968年創立当時、愛知県で2校以上県立男女。 教学普通科高校がある市は、名古屋市、岡崎市、豊橋市、市宮市と少なく、本校の設置は、将来の進学率上昇を見据えたものだった。県立鎌郡高校との学校群が予定されたが、1971年の第1改正卒業から進学校としての評価が高かったことから、レベルの低下を危惧した地元の反対を受けて、学校群制度が見送られた経緯がある。 1973年に学校群制度開始後、東三河の伝統校である自習館高校が豊橋南高校と豊橋第一学校群を組んだことから、鎌郡市の豊橋一軍受験生は遠距離通学となる豊橋南高を避けるために、鎌郡東高に高成績の受験生が集まり、東三河地域では豊橋一軍、国府高校、豊橋二軍、 成りあきらだかに次ぐレベルにあった。1989年に学校群制度に代わって複合選抜制度が始まると、鎌郡市の中学生は市外への進学を志望する傾向が強まったことで入学難易度、卒業後の進学実績が低下した。この記事はプロジェクト、学校、高等学校テンプレートを使用しています。ありがとうございます。